ようこそユウスケの島へ。おはようございます。メリークリスマス言ってくれた。どうも宝田でございます。メリークリスマス宝田さん。さて今日は、うん、12月25日金曜日です。はい、クリスマスです。いよいよ週末ですね。うん、1週間に1回の週末ですから。それ聞いた。有効に使いたいものですね。それ聞いたよ。週末はその話するの？それでは、うん、あなたの島のご説明へと進みます。クリスマスの話はメリークリスマスだけなの？過ごしやすい気候が続いています。たったメリークリスマスだけなの？あなたの島が完全に水没するまで、うん、もう3日ほどしかございません。まだ3日もあるんだ。そう考えるんだ。さて、はい、今日のあなたの所持金ですが2万8000円ぐらい。2万と7800円です、うん、合ってました。かなり余裕です。はい。でもでは本日もよろしくお願いします。ここからお洋服2万円のプーマーのスニーカーを買うから実質8000円ぐらいしかないんですけど、まあ、8000円もあればね、ペプシコーラとカップ夢次第にはなるんで、まあね、よくよく考えたらね、カップ飯とペプシでね、あのね、野菜が何もない。まあ、野菜嫌いの私が言うのもどうかと思うんですけれども、栄養バランス崩壊してるよね。だってカップラも炭水化物しかないからさ、ビタミン A、B、C、ないし、どこから摂取してあんな大きな子になったんでしょうかね。ゆうすけパッと見ちょっと身長でかくて、172センチぐらいはありそうな気がするんですけどね。あと腹周りね、甲羅っ腹がすごいから。そんなに太る？いや、甲羅ってそんな太るのかな。いや、わからんな。ちょっと要検討、要検討。あとシーマン、ちょっとさ、野菜を持ってきてあげてほしい。大根とか人参とかレタスとかキャベツとか、うん、全部私の嫌いな野菜をあげたよおはようシーマン。今日はいてって言わんかったね。はぁ、うん、疲れた。朝からな。朝から疲れてるわ。おはよう。朝起きるのが一番しんどいからな。寒いしね。おはようございます。はい、ございます。しかしお前いつも真っ昼間に来るね。うん、設定やから。今日はクリスマスか。うん、キリストさんの誕生日ね。何くれんので、島の状況だけど軽く厄介な問題が。こいつらクリスマスに何の興味もない。また酸素濃度下がっちゃってるよ。うん、酸素濃度減るとユウスケ酸欠になるから。うん、もう目標金額達成したか。してるぜ。でかしたでかした。褒めてくれ、ありがとう。油断して金使い込むなよ。うん、引き続き攻めていこう。攻めて。オッケーオッケーオッケー。攻撃こそ最大の防御は、それ私のための言葉やから。何やればいいのか分かりにくいソフトであるのは事実だが、とにかく陸地があるうちに作れるものを作っとこう。うん、最近気温高いからね、早い時間から仕込み始めれば麦も一日で借り入れまでいけんだろう。うん、ブドウジュース今日仕込めば明日の夜にはワインとしてものになるよ。おお。チーズも急げばなんとかなる。ブドウやる。ブドウやるわ。ブドウ、君が買い取ったブドウを育てるわ。私、あのユウスケってのはよ、うん、IQ 的にちょっと不安があるな。 IQ 的に私より高いで。あいつの親父は竹を割ったような性格だったけどさ。はあ。ユウスケは竹を割ったような頭だな。そうなん？何、竹を割ったような頭って。大変だなこりゃ。竹を割ったような頭、高いってこと？俺行くわ。竹を、お疲れ。ちょっと待って、竹を割ったような頭、硬いってことか。石頭ってことか。シーマ、ちょ、石頭って言ってちょっとなんかさ、わざわざ、あの、ガボちゃんが竹やからって、ユウスケも竹にせんで、ユウスケは石頭。だってな、あいつな、めっちゃ高いとこから落ちてもな、わー、ありがとねーって言うからな。頭だけじゃなくてな、体全身硬いわ、カッチコチ。なあ、ユウスケ。フォローしといたったで。しっかりフォローしといたった。褒めてくれ。はい、おはよう。とっとと起きてください。すごい。判決が見えている。っていうかもうなんか見えてる気がすんねんけど。ジャングルが。イズジャングルが見えてる気がすんねんけど、やめて。そんなもの見せんとって、おはよう。で、朝ごはんを食べるので、朝ごはんを買っておきましょう。どっちでも好きな方を食べさせます。あー、疲れが取れてねえな。うーん、
それは睡眠の質が悪いんやな。お前そんな硬い地面で寝てたらな。これも買っときますね。お金足りなくなっちゃうんで、これ買っといて。で、これ、まあいいや、今日はこっちなんでね。うん。無駄な金は使わない。それが金持ちになる秘訣やから。へへへへへ。またかー。はいはい。もしもし。なんでございましょう。もしもし。うん。おしっこしたいので。ブランブランお願いできるかな。毎朝の。はい、じゃあお願いします。3日ですね。さあ今日も皆様、快調な朝の空気を吸いながらこれをご覧ください。あ、ごめん、話しちゃった。ごめんごめん、もう一回な。ごめんごめん。うわ、ひでえ。ごめん、ちょっと見話しちゃった。ごめんごめん。もう一回やる。いい加減にしてくれよ。ごめんって、わざとちゃうやって。はいはい、どういうつもり、こんなにほったらかしにして。あ、好きだ。もしもし。はい、管理局です。うん、予感的中。うん、そうです、もう一回やらせます。あの大変な作業をもう一回。この広い土地を耕せパート2です。お、終わったか。3面終わってるやん。何なこと言われたって、俺見られてると照れちゃったもん。できねえんだよ。何が、よいしょ。何が見られてると照れてできへんって。お前トイレ見られてできてんのに。え、トイレより恥ずかしいもんある、見られて。畑仕事終わったよ。お疲れ、ありがとう。いや、君がなんて言ったんかすっごい気になるわ。見られてたらなん。マッサージ頼めないっすか。マッサージ、もう体痛くて痛くて。これこれ、もしくはタップ、どっち、これ合ってる、ね、はあ、左手が合ってんだけど、飲んでくんない。こうこう合ってる。そう、あ、そう、おうおう、そこそこそこ、およかったよかったよかった。こうやな、マッサージ、はい、あ、そこそこ。お前もうめっちゃ人間やん。まあな、ああんな広い、こんな広いところをこんな、たった一人で。すっきりした。まあ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 、これぐらい私の乳酸がたまるぐらいやったらまあええわ。お前の左腕が軽くなる代わりに私の右手がしびれるけどな。等価交換やわ。で、ここに種をまいてパッパッパッってして、で、10秒間雨を降らします。まあこんなもんでしょう。うん、これでね、育ってるはずなんですよね。育ってるね、合ってるわ。これでもう一回10秒間スコールを振らすと。はい、何パート連続でしょうかね。壁にでも話してろってやつね。え、なんだこれ。何、勝手に見つけんといて。どうかな。ちょっと何にの、何の指示もしてへん。それあんたがな、畑仕事やってる間に私は金貨ないかなって思って探してたんやけど。いやいやいや、金貨なかったんですよ今日。金貨なかったから。やめてカメラを。これね、はい、また一から。もう電池がなくなるから。ワン、ツー、スリー、ナイン、テン。おうた、すばらしい。日本語すばらしい。はい、そんな茶番はさておき、これで牛の乳搾りをしたらまたボーンってなる。もうめっちゃ効率よくないな。こんなに効率よくゲームってできるもんな。お、いいね。ほら、続けてちょうだい。ゆうすけ、今気づいたんやけど、お前後ろ姿めっちゃ変態やけど大丈夫？めっちゃ判決やしさ。え、やばくない？これ大丈夫？前は葉っぱで隠しているとはいえ、後ろは何も隠してへんからさ。後ろもいい感じ。カメラアップになったらプリッキツが
すっごい見えるんやけど、これちょっと、そのさ、ちょっと下半身丸出しの男の人の横で私牛の乳揉んでんの、ちょっとこれ殺案件なんですけど、ちょっと通報されてしまいますわ。誤解なきよう。よろしくです。ありよろです。さあ、ここからよろしくするのは君なんですけどね。あ、ゆうすけまだお昼ご飯食べてるんですけど、もうぶどうは完全に育っていますので、ご飯を食べ終わったら食後の運動としてぶどうを収穫していただきましょう。そろそろ食べ終わるんちゃうかな。この子本当に、あ、もう食べ終わってる、くつろいでる。あ、まだ食べてるか。あー、今から食べるんやね。よし、ようやくお昼ご飯が終わったので、ぶどうの回収にね行ってもらいましょう。ゆうすけ、昨日できんかったことやろう。昨日できなかったことを今日ここで、この場で決着をつけよう。このぶどうとの死闘の決…うんかうんか、バレるぞ。はい、はい、何か聞いてはいけ…何も見なかったこと…あ、ね、アップで見るとグロテスクなんで引いてみましょう。うん、これやったらまだなんとかなるかもしれん。ならんな、ならんわ、うん、なんかもう汚い、超越してるわ。うん、お前、あと拭くものないんか、出しっぱなしか、どうやって拭いて。小さくないよ。うん、十分だって、目視できるもの。君、そのおケチは何で拭いているの、葉っぱ、それとも土、それとも手。汚い、どれでも汚いわ。もうどうせスコールで流せって電話してくんねやろ。もう分かってる分かってる。はい、もしもし、おパンチュー、あのさ、うんこしてきたからスコールで流しといてよ。はい、あれ匂うからさ、そのままにしとくと、うん、じゃああとよろしく。自分で流すっていう選択肢はないのかな、ゆうすけさんや。ゆうすけさんやってな、なんでこんな、な、あの眺めのいいな、ここですんの。もうちょっとさ、あの人目を惜しんでさ、木の陰とかでしたらいいんと違うの。こんなところでするから目立つしさ、な、毎回毎回こうやってスコール、あ、もう消えた。あ、ちっちゃかったね。あ、ちっちゃかったわ、今回ほんまに。ブドウを取るの。気持ちいい。ブドウを。これやろう、ゆうすけ。収穫。取って、このブドウ。もう私の手で抜いたろか、全部これ。あ、シーマンだ。シーマーン。やろう。ちょっと山手線久しぶりやね。昨日やらんかったから。わあ、今日めっちゃいい天気、シーマン。どっかデート行こうか。どこがいい？天王寺動物園とか行く？お前動物園に捕獲されそうやけどな。人面鳥だーって言って、貴重だー捕獲しれーって言って、やれそうやな。やられそうやな。まあ、今日は一段と太陽光がこうこうと照っているね。どうもー。顔真っ白。山手線シーマン登場。うん。で、今のところのお前の戦績は？うん。2勝4敗ってところだ。遊ぼうぜ。今日はいくらのコースで行くんだ。100円単位ね。せやな。3000円。せやな。ってのが上限。2000円。2200円。うん、また太い数字くるね。どこから200円が来たのは分からんけど。この金額で行くぞ。いいか。はい。じゃあお題目は山手線の駅名ね。うわ、出た。じゃあ俺から行きますよ。A ボタンを押してみるの忘れんな。東京代々木。東京。何？東京。ブブー。はい、アウト。なんで？おいおいおい、卑怯卑怯卑怯。では閉めて。東京神田秋葉原、おかち町上のうぐいすだにやろ。高かったからな。なあなあ、私結構言えるで。数字削ったな今回は。おいお前。
詐欺がいるみたい。この鳥気をつけて、この鳥、この顔にピンときたらやわ。この鳥にピンときたら、マジ詐欺やから。は？なんで東京がわかんの？お前なんで東京がわからんの？どこ住んでんの？マジええわ、あのバカ。もう。せっかく久しぶりに遊んだのにな。ゆうすけ早くこれ取って、ゆうすけがな。ゆうすけが早く取ってくれへんから私がシーマンにかまけたよ。もうシーマンのバカ。もう。あ、ありがとう。いいね、いいね。うん。綺麗に実った。いちいち電話かけてくるの。もしもし。シーマンにいじめられた。じゃあこれから作業始めるね。うん、お願いします。相変わらずのスルード。これ細かいのがさ、送風するとさ、ちゃんと、ま、煙出すぎやねんけど、煙がね、ちゃんとね、あの風が流れてる方向に行くのはすごい細かいなって思う。うん、量はすごいなって感じになってるけど、ちょっと、夜間からそんな煙出るってぐらい出てるけど、すごいなって思いましたよ。ちょっとしたプチ報告でした。君のその格好、何今の、怖っ。はっ、何絶対塩やと思うやけ。風吹かせすぎたってこと？めっちゃ怖かったんやけど。なんか